こんにちは、ダイレクトマネー社長の広島です。今回はメロディーにコード付けする方法の実践例をやってみたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それではやっていきましょう。以前ですね、メロディーに対するコード付けの方法を、紹介した動画を作りました。そこではですね、メロディーのキーを拾ってみて、でそのキーのダイアトニックコードをうまく当てはめるという、動画を作ったんですね。見てない方は、こちらをご覧ください。そしてですね、これである程度コード付けはできるはずなんですが、やはりですね、いい曲、より深い曲になると、そのダイアトニックコードだけではない、さらになんとなくつけたコードと、このメロディーにこのコードを当てることによってこういった効果を出そうと作った、コード付けはやはり全然違うものなので、ちょっとですね、今回はそういった、実践的な部分を紹介したいと思います。よく使ってる曲名として、ビートルズのヘイジュード、こちらを、使ってます。実際のメロディーですが、Hey Jude, don't make it burn, take a song and make it better というメロディーになってます。で、キーが F なので F のダイアトニック、 F3 和音で言うと F、 そして G マイナー、そして A マイナー、そして B フラットメジャー、 C、 そして D マイナー、E マイナーのフラット5、そして F、 これが基本のダイアトニックコードでしたね。で、とりあえずこの知識がある状態で、メロディーにコード付けしてくださいとやるとですね、大抵どうなるかというと、 Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better とつける方が多いんですよ。で、今聞いてそこまでおかしくはないと思うんですね。実際にですね、最初の Hey Jude, don't make it bad, F から C、 これはもうバッチリ合ってます。そして次のコードなんですが、 Take a sad song のとこですね。特にこの Take a sad っていうところで初めて B フラットの音が出る。で、 B フラットが出たから B フラットのコードを選択するという、方が多いんですよ。で、これでもちろんメロディーが B フラットなので、テカサーなので全然間違ってないんですよ。ただし、テカサーソン、アンメイキッベダーとやってしまっては、実はこの深みが足らないんですね。で、この深みが足らないというところが、コード付けの難しいところなんですよ。ほとんどの方が実はコード付けがあんまり得意じゃないとか、自分の作ったオリジナル曲が悪くないんだけど何か足りないっていう時を、見せてもらうと、コードとメロディーは合ってるんですね。で、むしろぴったり合いすぎなんですよ。で、その時に一番問題になるのが、コードに対してメロディーがルートになってることがたくさんあるということですね。さっきやった Hey Jude, don't make it bad, take a sad ってとこも、 take a sad B フラットのルートになってるんですね。で、この音が美味しくない。さらに take a sad song という song というこの F の音も B フラットにとっては5度の音なんですよ。 take a sad song、 実際には take a sad song と何かが悲しい歌だって変わってくんだっていうところを歌いたいにもかかわらず、コードトーンになってしまうので深みが足らないんですよ。で、どう考えるかというと、Hey Jude, don't make it bad、 この次ですね、ちょっとやってみますよ。実際は C から C7 を使うんですね。そうすると Take a sad、 この Hey JudeDon't make it bad, take a sad song and make it better となるんですよ。これ分かりますかね。ちょっと難しいかもしれないんですが、Hey Jude, don't make it bad,
Take a sad となると Take a sad song の sad 悲しみのところに Take a sad B フラットは C にとってみるとセブンスの音なんですよ。それが切なさを醸し出して Take a sad、 そしてサーンというところ、この F の音も C7 から見たらイレブンスの音なので、あのテンションになるんですね。テカサーサーン、そしたらこのまま安定しない、なのでテカサーサーン I'm making better というところで最後に F の、サードの A に音、そしてやっと安定する、それが Hey Jude Don't make it bad Take a sad song And make it better。 そして次にお待ちかね使ってなかった4の B フラット Remember to let her into your heart Then you can start to make itBetter と作ってるんですね。でこれ最初紐解くのが非常に難しいんですね。なぜならやっぱり、アメリカの方などではですね、ルーツにブルースミュージックがあって、このセブンスの感覚に慣れてるんですけど、やはり、日本人の僕らにはこのセブンスという感覚はいまいち読み取りにくい、コードになります。ですので僕も昔最初コード付けするときにですね、セブンスの意味ってあるのかなぐらい、もう全然その良さが分からなかったんですけども、やはりこれがあるのとないのとはもう大違いなんですね。ハマりすぎっていうのがあんまり良くない、このセブンス感覚というのが取れるようになると一気に曲が入ってきます。他にですね、例えば同じように素晴らしいコードとメロディーの関係というところで考えるとですね、ビリー・ジョエルのオネスティですね、これも素晴らしい。これはですね、キーが、B フラット、この、B フラットでやっていながら、オネスティ such a lonely word という非常にグッとくる、コードとメロディーの関係なんですが、どうなってるかというと B フラットにとっての4ですね、サブドミナントのこの浮遊感たっぷりのところに対して、さらにメロディーがおーっとメジャーセブンで当たってるんですね。なのでオーネスティー、もうこのオーネスティーって歌っただけで悲しみや切なさ孤独がにじみ出るようなコード付けになってるんですよ。もしもこの「オーネスティ」というメロディーに対して、例えば B フラットキーの B フラット1のコードを当てて「オーネスティ」なんて言うとどうでしょうか。もうなんか明るくて「オーネスティ」という本当の、何でしょうね、ただただ正直者。Honesty, such a lonely word って言われると全然悲しみも何も伝わらない。それに対して Honesty、 そしてさらに Such a lonely word と来て Honesty, such a lonely word Most what I need from youオーネスティーというふうに実際の楽曲では付けられています。もうこれは言葉、歌詞の内容、そして実際にこの正直者と言っていますけども、実際の世の中はそうじゃないんだよというのをコードで表現しているんですね。なのでオーネスティーというオネスティーという言葉が浮かび上がる。例えば周りがみんな正直者だらけのところで、正直な人っていうのはあまり立たないと思うんですね。でも、周りには、
人を利用しようとしたり、傷つけ平気で傷つける人たちがいる中で正直者の人がいるとすごいバッと目立つじゃないですか。そういう表現をこのメロディーとコードの関係で作ることができるんですね。まとめるとですね、何かコードとメロディーが間違ってるわけじゃないのにいまいち面白みがなかったり深みが足りないという時は、コードとメロディーがですねルートになっている可能性が非常に高いということを覚えてみてください。そうするとですね、いわゆるポップスというよりは童謡っぽくなって何かその深みが足らない。そして、今日、紹介したヘイジュード、そして、オネスティ、これも両方ともですね、セブンスだったりメジャーセブンスのメロディーを当ててる楽曲なんですが、実際によくできている楽曲を、調べてみてどうなってるのか、そして、最初メロディーだけを実際口ずさんでみて自分でコード付けしてみるんですね。そして、なんか足りないな、何が足りないんだろう、そして、実際の楽曲を、耳コピーしてコード取ってみると、なるほどセブンスかとか、こういう発見があって自分の楽曲にも反映できると思います。ぜひ試してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。